はい、皆さんこんばんは。本日はこちら、奇跡の手羽先サラリーマン横丁中央町本店さんをご紹介したいと思います。スタート地点はここ、若草公園の機関車前から行ってみましょう。機関車前より北に歩いていきます。公園を出て右に曲がり、まっすぐ進みます。商店街に入り、今度は左に曲がりますよ。しばらくまっすぐ歩いていき、大きな広場に出たら右斜め前、キラキラの看板が見えたら、本日ご紹介するお店、奇跡の手羽先サラリーマン横丁中央町本店さんに到着です。行ったことある方、行きたくなった方はポチッとな。早速入ってみましょう。店内に入ると目に飛び込んでくるのは落書きの数々。そう、こちら以前ご紹介したホルモン酒場さんの系列店なんです。2階には貸し切りや団体様も入れる大きな部屋もありますよ。メニューはこちら、圧倒的人気ナンバーワンの名物社員コースは手羽先4種プラス期間限定3種に、こちらの品々と本日の小鉢にドリンクメニュー全品飲み放題がついて2時間2950円という破格のお値打ちコースをはじめ、串カツや一品物もあり、コースだけではなくちょっと飲みちょっと食べもできちゃいますよ。張り切って名物ギガレモンサワーをいただいちゃいました。竹島丸さんと店長さんと乾杯。本日はもちろん社員コースをオーダー。はじめにキャベツ、チキンナゲット、フライドポテト、本日の小鉢が出てきます。すぐに一品が出てくるのは嬉しいですよね。まずは5種類の手羽先が出てきました。はじめにこちらを食べてからの追加オーダーになります。自分好みの味を見つけてみましょう。こちらは人気ナンバーワンのオリジナル、数種類のスパイスを独自にブレンドした癖になること間違いなしの手羽先。ジューシーな手羽先にピリッとスパイシーさが加わればビールの無限ループ確定です。おいしい。お次は人気ナンバー2メニューのプレーン味、秘伝の甘だれが女性や子供に大人気。パリッとした皮に甘だれが絡めばご飯にも合う合う。ここで手羽先の美味しい食べ方講座。まずは大きい身と小さい身をひねって分けましょう。小さい身はしゃぶって食べます。大きい身は縦に持ち、そのまま口に入れて歯で挟んだら骨を引き抜きましょう。するとあら不思議、綺麗に骨だけ残りますよ。ここまで綺麗に食べられたら奇跡の手羽先上級者ですね。みんなも一緒にやってみよう。お次は期間限定の新メニューのご紹介、タコス味です。タコスソースがたっぷり乗った刺激的な一品、夏に食べたくなる味ですね。一口食べればまさにメキシカン。こちらも新メニュー、明太子味、本場博多より参戦。ご飯のお供なイメージですが手羽先にも合うんです。明太子の塩味が手羽先の旨味との相乗効果によって爆発的な美味しさを生み出します。美味しい×美味しいイコール絶品です。そして新メニューの中で一番ハマったのがたこ焼き味。たこ焼きソースにマヨネーズ、かつお節も乗ってまさにたこ焼き。追加オーダーで10本以上頼んでしまいました。新感覚の手羽先を楽しみたいならぜひこちらもオーダーしてみてくださいね。こちらはチャレンジメニューのデス味、言わずと知れたあのデスソースと旨辛味のコラボ。辛さレベルマックスのこちらは名前の通り1本で地獄を見るので、チャレンジする際は覚悟してオーダーしましょうね。最後に落書きをさせていただきました。童心に戻って思いっきり落書きしてみましょう。めっちゃ楽しい。いろいろな味が楽しめる手羽先に落書きが楽しい奇跡の手羽先サラリーマン横丁中央町本店さん。平日週末関係なく賑わっているので、お客様同士の新たな出会いもあるのだとか。
食べて飲んで騒いで盛り上がって味と人との奇跡の出会いを体験してみてはいかがですか。ごちそうさまでした。ここだけ裏特情報。たくさんのドリンクメニューが飲み放題の奇跡の手羽先サラリーマン横丁中央町本店さん、先ほど張り切って頼んだギガレモンサワーは通常の4杯分相当の量が入っているので一人で飲む場合は1杯で十分なのですが、過去一人で5杯頼んだドミニカ共和国の強者がいたそうです。いやー、世界は広いですね。裏得シャバダバ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 